の引っ張り合いといいますか、はい、本当にそこであの勝つか負けるかで本当にガラッと変わると思うので、うん、そこのサイドのところはちょっと楽しみですよね。はい、右のサイドバックの酒井がすごい勢いで飛び出していきました。長いボールを前に送ります。酒井が頭でつく、うん、フリック、そしてボールを拾って酒井がその前で途中でカットする。大前元気、そのまま大前が2人をかわしていきました。そこでスイッチ、早い展開でクロスボール、早くのシュート、キープ先制。最初の攻撃がすなわち先制点に結びつきました。いや早かったですね。これね、早くてマクローフリン低いボールだったんですけどね、最後はマテウス見事に決めたヘディングシュート、キーパー触りましたがネットを揺らしてゴールイン。まあ、今日はこれ南がキーパーなんですが、うん、最初のプレー、ね、これ中西さん改めて相手に渡すことなく、はい、うん、自分たちでずっとこれアクションを起こしてった、そういうことですよね、ここからいいボール来て、はい、マテウスの、はい、スリッピーなグラウンドを利用したいいヘディングでしたよね。半身でね、はい、首をちょっと振りまして、うん、でこれ南にしてみると嫌なバウンドが来た。いやそう、壁3枚に1枚グアリ、マテウス、キーパー、枠を捉えた素晴らしいフリーキック、無回転でしたね、無回転でしたね、あれはキーパー嫌なもんです。ブレてますね、ずいぶんブレてますねこれね。はい、まあ、南にしてみれば本当当たったのかな、いやそうではないのか、無回転です ね、 そうですね、もう一回拾いそうだ野村、上げたい、さあ2対2だ、3対2だ、これは決定機を迎えそうだ、仕掛けてどうだ、シュートだ、ここでフィニッシュ、よく取った、もう1回、うわ、最後の大前のシュートが枠を捉えず、いや今野村選手ですかね、シュートブロックいったな、もう1回中西さん見てもらいたい、はい、まずここから島田、うん、島田仕掛けてシュート、そしてここで野村ですね、帝のシュート、野村最初の、ね、1本目2名の島田選手に行ったボールがやっぱり外に行ってたのがねちょっと時間が落とした、うーん、チャンス、正面からシュート、バラだ、 いいシュートでしたね、抑えの効いた、本当にいいシュートだったんですが、わずかにコースが外れました。持塚さん、大宮、はい、2枚目のカードを切れそうです。そうですよ ねパスとかコントロールの部分で、はい、そうすればいいところに今ボール奪えているので、チャンス上がって大山渡す、そしてどうだ、うわー、大前元気2桁ゴール、今シーズンの10ゴール目、貴重な追加点が頭で入りました。いや今大山選手いいとこ見てましたよね、ここね、見てましたね、はい、このって小柄な大前にピタリと合うヘディングシュート、うん、そのボールを供給したのが大山、よくコースをしっかり狙って打ちましたね、大前選手もね、うまくあの体幹でコントロールしてますよね、うん、いや本当そうですね、空中で少しねしっかり押されてはいるんですけどね、うまく面を合わせました。お前渡す、落としてシュートバラだ、スーパーですね、素晴らしいショット、うん、3対0バラダ、いやこれは中西さん、はい、お見事、お見事ですね、このしっかり味方選手ですね落として、はいはい、これ本当にもう前半から言ってたシーンですよね、しっかり前に当てて落としてっていうシーンですもんね、こういうシーンがどんどんできればって出るか、うん、タバレス監督、今日の誕生日、厳しいゲームになりました。おお、面白い。シュートうまい。
ですね今もね。リフティングでかわしながら、そして抑えたボール、タイミングを外しながらコントロールショットは左足。いやいやいや、お見事、うん、さっきのスーパーシュートに続いてこのリフティングですもん ねそしてこのタイミングを外しての左足 ね、うん、そうですね。いや見事でしたね。バラダ、このリフティングも見事ならば、うん、なんかこの左足も見事。なんか雨の中でこういうリフティング見ると、ピクシーを思い出しますよね。思い出しますね。あの頃まだ中西さん現役の頃でしたよね。そうですね。やられたのがジェフだったんで、ね、思い出しました。そう長いボールを送る、合わない、終わりますかね。そして今長いホイッスルが鳴りまして試合が終わります。4対0、点差をつけまして大宮アルディージャが横浜 FC を下しました。